最初の一人は皆さんお願いします。ドラボさん届けられてます。イスティさん届けられてます。スンクゾネスさん届けられてます。最新さん届けられてます。生ハンタベルさん届けられてます。モチャクラさん届けられてます。キクン300ビットありがとうございます。イチさん届けられてます。ストライズさん届けられてます。チェルシーさん届けられてます。サルエルさん届けられてます。キポッポさん届けられてます。エンマソソンさん届けられてます。ふざけんなよ、マジで。無視よ。直した方がいいか。2枚死んだね。あ、2枚だ。うわぁ、エリーさん死ぬなぁ。ホラさん、俺じゃないよ、今の。一緒だったよね、俺ら。そう、いや、分かったよ、分かってる。一緒にエレクトリカルに入ったのは分かってる。ただ、インポスターだと視界広いから殺して出て一緒に入ってくるみたいなムーブはできるかなっていう気がするんだけど。はまあ、核ではない。さすがが核ではない。エレで2人とも死んでたんですか？わかんないです。僕が見たのは釈迦さんですね。エレで死んでたのを見たのは釈迦さんです。俺とヤコウさんは無理だと思うんだよね。最後、ウェポンズやってたの誰ですか？俺、それ。大川さん？俺 O2 で落ちた。俺、ウェポンズで誰かの姿見。あ、加藤さん。加藤さんとエロちゃんか。あ、そうそうそう。加藤さんとエロちゃんは確かに。名前ですれ違ったの誰？俺が僕です。あ、なるほどね。ワオン君か。加藤エロちゃんはウェポンズやってたんですよ。確かに俺そこ通ってるんで、最後なる直前に、うん、この3人以外だと俺は思ってます。俺とワオン君はナビ前ですれ違って、はい、まあ右側っすね。浅野イブンはファクトさん、ワオンさん、他にナビ前人いた？ホロンさんとすれ違いました。それだけしか覚えてないです。はい、その証券が欲しかった。はい、俺はすれ違ってない。アイセンさんに入って、いや俺はバクさん見てるよ。ナビ入ってさっきやったでしょ。一緒にやったから、うん、やったやった。あ、いやもうアレリンさん誰にやられたんすか？アレリンさん誰にやられたんすか？笹さんにぶち込されました。あー、笹さんか。カフェディアの右上で2連続タスクがあったのに。アレリンさん今日一番ファーストデスリス高いらしいっす、俺が入ってから。ファーストブラッター取れないっすけどね。笹さん釣りて白の時に。いや、あのなんかもう部活動みたいに声量が上がった瞬間が一番面白かった。はぁ、急に一人だけ深夜なのになんかバレーボール部みたいなセリフやつ。いやでも釈迦さんもあれうまいっすね。何やすか、さっきの最後のミーティングとか。いやわかんねえわみたいな感じで、でもなんか起きてったの見たけどなみたいな、なんかなんかちょっと変にかばいすぎたらなと思って。あ、これやるな。うわ、やべえ、こんな死んでんの、やべえ。うん、アドミンに入ったらエロちゃんが死んでました。アドミンの入り口のとこで。あれ聞こえてる？はい、聞こえてますよ。聞こえてます。で、俺誰ともその前会ってなくて、わかんないんですよね。アドミンすか？アドミンス、俺シールズからずっと右側の上ポンズまで上がって、そっからアドミン行ったんですよ。で、誰とも会ってなくて、そしたら死んでたんですよ、停電の時。あ、直後ぐらい。左上で、俺カメラ見てて、エロちゃん先に確かカフェの方に行って、で、俺後ついてったんですよね。で、見失っちゃったんですけど、俺ウェポンズの方のタスクやりに行って、俺の後ろにバクトさんがいた感じでしたね、配置的には。いつ？え、これの鳴る、ほんの15秒前ぐらいですか。てかこれ加藤さんも死んでんのか。俺全然ロアとかじゃないの、アッパーとかロア
あ、アッパー、そう、アッパーに、アッパーにいました。アッパーに行った時、そのバクトさんの前にエロちゃんと俺がいませんでした。いや、わかんない。いや、これちょっと釣らないとやばいんだけど。情報なさすぎるっすね。ええ。わかんねえ。合わせた方がいいっすね。でもこれ誰にします？僕は岡さんに入れてみました。じゃあささ。俺も俺の後ろバクトさんだったから。いや、わかんねえ。これわかんねえ。強いな、今日に。いや、これ終わったか。どうしよう、誰か張り付いた方がいいぞ。え、今日に強いな。なんでこれ今日に強いな。俺に入ったのかよくわかんねえけど、ちょっとでも全然なかったな。これなかったな。どこで誰が死んだのかもわかんない。ダサンと誰なんですか？アイセンさんですよね。モンバしてる。確かにアイセンさんっぽかったな。今日に強いなぁ。うん、分かんなかった。分かんなかった。サザさんじゃないですか。